皆さんこんにちは、ビーレジェンド栄養士の板垣です。今日はですね、豆腐とミルキーココアプロテインを使ってマグカップケーキを作っていきたいと思います。ホットケーキミックスだったりとかゼラチンとか食材を使わずに、レシピを考えてきたので、お家での時間で作っていただけたらなと思っています。では今日もよろしくお願いします。材料の紹介していきたいと思います。まず今回使うのは絹ごし豆腐ですね。だいたい 80g 使っています。で、使うマグカップの大きさによってこれ変えていただいたら大丈夫です。自宅で作った時 150g までだったらだいたい美味しく作れたので大丈夫だと思います。木綿の方もいらっしゃると思うんですけども、木綿の場合ちょっと食感気になると思うので、なじませる工程でしっかり混ぜて、なじませていただいたら使っていただけると思います。特に水切りの必要はないのでそのまま使ってください。卵、マグカップ1個につき1個使っていきます。薄力粉ですね、大さじ1杯です。お水も大さじ1です。生地の柔らかしによってこれは、分量調整していただいたら大丈夫だと思います。で、あとはトッピングですね、好きなものを使ってください。ここでは、せっかくなんでね、ペコちゃんのミルキー風味を使って、粉糖のように使っていきます。ご自宅でフルーツのせたりいろいろアレンジしてみてください。で、今回味付けに使用するのがこのミルキーココアプロテインですね。黒スプーン1杯分使っていきます。 150g のパックのものを使っている方はちょっと濃いめで作っていただいた方が、豆腐独特の味が消えるので濃いめに作っていただいたらいいと思います。絹ごし豆腐ですね、入れていきます。はい、でボウルで、滑らかになるまでかき混ぜていきます。パックの中に水分一緒にあると思うんですけども、それも気にせず使っていただいたらいいです。結構ね、豆腐の生地がお水加えていただいた方が滑らかになりますので、気にせず使ってください。はい、これぐらいで全体が馴染んだらおしまいです。次に卵と薄力粉入れていきます。もう一緒にプロテインパウダー入れていきます。黒スプーン1杯分入れていきます。はい、そして混ぜていきます。で、混ぜた感じちょっと硬かったので水足していきます。で、大さじ1杯分ぐらいで調整ができると思います。はい、全体が混ざったのでこれで終わりです。わかりますかね、サラッとした感じです。使用するマグカップはこれぐらいのちょっと小さめの大きさになっていきます。注意していただきたいのが、電子レンジ使用が、可能なものをお使いください。で、マグカップに入れていきます。ちょっと生地が膨らむことを考えて、2、3センチぐらいは余裕を持って入れています。で、これを電子レンジで4分間加熱していきます。で、600ワットで大体4分ぐらいになりますので、お使いの電子レンジによって強さと時間調整していただければと思います。では温めていきます。元豆腐だったとは思えないと思います。はい、これにトッピングしていきます。出来上がりました。ミルキーココアで作ったマグカップケーキです。スペックの紹介と実食編は次の動画でお送りします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。